うわ、危ない危ない室内用ブームそれ難しいよね帰ってこなくない帰ってこない帰ってこないあー、切れた危ない、邪魔、もう踏みつけあ、死んだ自決選ぶ、すまない死ぬな死ぬな死ぬじゃん死ぬのインポッシブルさん、インポッシブルさん、リスペクト、はい、ということでああ差し入れですありがとうございますマジかよありがとうございますマジかありがとうございます、すみませんこれありがたいはい、本当何度も言いますが差し入れ禁止ではないですが無理はしないでくださいはい本当にそうですそうですそうありがとうございますお願いします本当はいなので一旦これは開けずに見るという今回いやすごい来てくれてからささすがにねさすがに見てください怒り言動が怒り言動が現れましたどうします言動いい形だ誰はい、ちょっと待ってください。ありがとうございます。もう汗かいてきた。もうちょっと熱いね。あ、夏は今日36度ぐらい。いや、もう死んじゃうよ。あー、いいじゃない。あら、いい。やらせる、ブーン。嬉しい。わお嬉しい、話せる。税関シート。あら、ありがたい。マーベルじゃん。お、マーベル。マベティがいっぱいある。あれ、なんだこれ。全員分か？ガーリーレコードチャンネルの皆さん、はい、こんにちは。いつも楽しく拝見しています。米津玄師さんの動画からたどり着き、はい、以来ドハマりしています、はい。私が好きな動画は汚い金髪です。トイレから1000円出すやつね。カロリーメイトさんたちの差し入れ動画を見ていて、常々自分も送りたいなと思っていたところ、はい、私が大好きな、お北海道ああ日本ハムファイターズとマーベルのコラボやっぱね俺見たことないと思ったの俺これなんか日本ハムなんだこれ日ハムとコラボそうこのカラー見たことないなと思ったの、俺なんか日ハムカラーだいやすごいだとちゃんと素材がさあの汗をちゃんと吸うやつだろそうそうちゃんとそうだろこれすごいが発売になりウキウキで注文しました、はい、高井くん、アメちゃん、太郎ちゃんに XL を、はい、フェニーに M を注文したはずなのに届いたのはなんと LL3 つと M1 つあれ XL メーカーさんの表記が LL イコール XL だそうですまあまあ、そうだね返品が効かないそうなのでこのまま送ります、はい、あ、全然全然ありがとうございます 120%入らないと思うの。いや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 。こんな舐められたもんだぜ。方にあげるか。はい、になったら組にでも巻いてください。はい、おいおいおい。来てみろ来てみろ太郎ちゃん。ちょっとあ待ってこれすごいわ。ファイターズのマーク。ファイターズすごい。マークほらロゴ。うわすごいね。太郎ちゃんが切れたら切れる。太郎ちゃん切れる。俺が切れたら切れるか。あでもでかいよ。伸びるよ。まあでもスポーツタイプだったらね。あいいじゃん。ほら、ちょうどじゃん全然余裕ありますすげえ、こんな薄く殻が出てんのね薄く殻、ほら薄く殻だからね、すごいガチムチお、ガチムチって書いてある北海道ガチムチファイターズ作んなガチムチファイターズキモい球団作んなあと全然いけるじゃんでもいけるよいけるねあと、フェニオシなのでタバコも入れておきましたあざすやめろやめろ投げんな差し入れだぞ丁重に扱え誕生日おめでとうございますティッシュペーパーは皆さんで使ってくださいありがとうございますスイート祭り見に行きましたとおあそうなんだなかなか東京までは行けないので北海道で見れて嬉しかったですいつか札幌ドームでガチムチ学園が見れるのを楽しみにしていますありがとうございますありがとうございますありがとうございます北海道の営業で北海道の営業で行ったビートマス来ていただいてありがたいねいやそれ見てきたことだからかだから書いたの動画は上がったのかなうんまあまあまあ多分ね同時期ぐらいになるいや上がったんかなあの時の楽しい朝だったねあれあれねなんかありますからねありがとうございますすいませんレターパックなんでこれポンポンあポンどこまでがコクうわめっちゃコッケ何これポンアイフェイスかアイフェイスわあ、かっけえアイフェイスあ、アイフェイスじゃんうわいいな、これガーリーレコードチャンネルの皆さん、こんにちは2度目の差し入れになります先日、甘栗カンパニーのぽっちゃり夏合宿バスツアーに参加してものすごく濃い時間を過ごすことができましたありがとうございますすいませんありがとう、こんな温かい手紙もらえます、本当にいや、もう本当ね、嬉しいけど、もう殺すね自分殺すね
何それ。お前めっちゃ嬉しいな。お前次送ってきたら殺すぜ。なんでよ、なんでよ。知らない知らない。フェリー何するカメラ回してんのか。うん、あ殺すぜ。なんでよ。何回してんのお前。殺すぜ。誰それ。アマフリの下りやめて。アマフリの下り俺ら知らないから。取り急ぎ太郎ちゃんに必要なものを送ります。え俺 iPhone XS の iFace カバー。 10S の。はい、 10S。 え俺のこれ。好みがあるのでとりあえずで使ってください。マジで。いやマジで欲しかったのよ。涼しい時期に使えそうなシャツです。可もなく不可もないシャツです。ありがとうございます。あ、これタロちゃんか。これ俺も。うん、これ俺も。で、高井さん、フェリーさん、アメちゃんにも。ちょっと待って、危ねえな。急に投げんだお前。いや、ハマるかな。高井さん、フェリーさん、アメちゃんにもまた差し入れします。あ、待ちしてます。毎日動画投稿一周年ありがとうございます。これからもずっと応援し続けますと。ありがとうございます。いやもう早速すみません。そう、タロちゃん100均のやつだけどなんか。いや、100均のじゃねえ。軽いやつ使ってる。ショップで、あの急遽買わされたやつ。一番アンケートありがとうございます。さらにアンケートとかいろいろ入ってたんですか。あ、ありがとうございます。これも後ほど読ませていただきます。ガチムチとかの。あ、はいはい、なるほどね。ちゃんと家帰って書き込んでくれたってことかな。あ、いいじゃん。どうやって開けるの、これ。どうやって開けるの。あと開き方分かる。確か5杯。いや違う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 。これは怖い。買ったばっかだから。買ったばっか怖いのよ。全然袖とか通しちゃってください。いやもうめちゃめちゃ全然 iPhone ケース外しながらでも着れるんで。全然 iPhone ケース外しながらでも全然。ありがとうございます。すいません。あ、いやどうですかね、これ。 iPhone ケースとかも外しちゃったり同時に、はい、しちゃったりしちゃって。あ、Siri、あのケース外して。ちょっと Siri 反応しちゃった今ちょっと。ダメだ。え、これどうやって外すのこれ。どうですか、閉まりますか。一回立って閉まっちゃった。うるさいな。Siri ちょっと外してもらって。ちょっと本中で外そう。どうですかね。ちょっと今あのめちゃくちゃかさばってて今ちゃあ、でもなんかかっこいいじゃん。秋口になんか俺こういうの持ってないからなんかちょっと新鮮だ。あ、いいじゃん。かっこいいじゃん。かっこいいじゃん。いいよね。似合ってる、うん、似合ってる。かっこいい。タロちゃん着ただけでその薄手のシャツが MA1 みたいに見える。ちょっとこうなってちょっとこんもりしてすげえ。そう、うん、見える。そんな形変わるかねこれね。そうそう、うん、もうジャケット色合いがね。あれまだ何聞き取らせるんですか。あ、いいじゃん、もうこれでこうか。うん、いや、ちょっとここ3人みんなアイフェイスだもんね。アイフェイス最強だから、やっぱ最強のアイフェイス。俺使ってないけど。あ、かっこいい、めっちゃいい。あ、いいじゃん。前もあ、ほんとだ、そういえば、ちょうど前も僕、そう、前もこれなんです。シールドです。すごい。あ、すごい。ありがとうございます。いいね。これすごい。あ、もうちゃんとこれでもうバッチリ守れてる。はい。ビブラニウム製だって言ってるんだ、書いてあったの。ビブラニウム製っつってこれもいいじゃない。うん、これもいいでしょ。ビブラニウム製、これビブラニウム製だから。これあの、押すとパリカシ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 。あら、あら、シャツ。あ、はい、何その、かわいい。あ、かわいい。シャツ、シャツ。なんこれ、みんなのキャラクターのやつ。キャラクターだね。かわいい。かわいい。シャツ、シャツ。かわいい。シャツです。シャツ、あ、シャツいっぱいあるよ。あー、日本シャツですね、これ。イニシャルか。あ、ほんとだ。あ、F とか、そう、こうなってるわ。 P だけどな。はい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 、ラリーレコードチャンネルの皆様へ、ね、いつも楽しく動画を拝見しております。はい、好きなホームビデオは獣ゆく太道と驚く太郎ちゃんと、ね、鍋くらい配信です。ああ懐かしい。鍋くらい、食べ物系の動画の影響を受けやすく、最近ではウィルキンソンのレモンチューハイを購入。ドミノピザのチーズのポルコを2日かけて一人で食べ、そう、死にそうになりました。あれ死ぬ、あれ一人で食った。あれ一人だよ。あれこれすごいね。すごい。ご飯としてあった。ご飯のりのけた。ご飯のりのけた。私は高橋一生さんのファンでもあるのです。おい、ツイッターでしゃべくりに出ると告知した際は、高橋さんが出る人一緒だ、ゲストは二組だけど、もしかしたら共演するかもしれないと胸を躍らせ、うん、次回予告にて気配切りでがっつり絡んでるのを見たときはテンションが爆上がり。うわー、すごい。勝手に川口さんの紹介と思い込んでいたら、まさかの高橋さんの紹介、うん、ということで、嬉しすぎてくれそうになりました。お前言っちゃいますよね。違うか。くるよって言ってたよ。もう投げちゃったから今。俺投げちゃった。嬉しすぎてくれそうになりました。ほんと参っちゃいますよね。写真を。おーおーおー。今言ってた。いや、後から。そうそう、後から。あー、そっち、我慢すればよかった。そうだよ。あるから、落ち着いて。いや、後でごめん。早とつっちゃった今。そうだったな。差し入れですが、以前差し入れ動画にて動物の尾。お座り T シャツ。あら、あ、これ？あ、これ。送った方にイラストを描いてもらいました。似てるなと思ったけど。フィックスさん以外の3人の T シャツはじゃんけんや指差しなどでお好きなように裏上げてください。3枚 XXL の T シャツがあります。これが M。これが M。あ、僕。T シャツを注文し届くとき。
あ、なるほど。 T シャツを注文し届く間にもたくさんの差し入れが届いており、もしかしたら T シャツはすでに飽和状態かもしれません。いやいやいや、 T シャツはもう俺らもう消耗品だからな。はい、これいくらでもあっていいやつ。ほんといくらでもあっていいやつ。リュックに2着ぐらい入れとくもんね。ほんとに入れとくから。もしあるなら5年後の夏くらいにでも着ていただけたらなと思います。その頃にはもう太って着れないよ。なかなかどう書き綴ってしまいましたが、これからも素敵な動画を楽しみにしています。ありがとうございます。デザインは要は一緒ってことだ。一緒だ。でっかい気がする。でっかで、あとかわいい、お肉めっちゃ好きって。カタツムリ、カタツムリが言ってる。フェニーのやつはそういうフェニーだ。いや、まあまあこれそうだね。ああ、このサイズ感で。ああ、もう色はなんとなくで、高井はなんか俺そのイメージあったの。紫というか、雨なんかこっちでね、ピンク、薄ピンクみたいな。あ、どっちもいいよ。めっちゃいい。ちょっとこれさすがにこっち上着れねえな、これは。さすがにちょっと、その太郎ちゃん MA1 脱いで。ちょっと MA1 じゃないのよ、これ。普通薄手のシャツなんだけど。薄手のシャツな。いやいや、ちょっと。あ、危ない、腕決まっちゃうんだって。すいませんね、薄手のシャツもあった気が。これも着てみましょう。そうそう、ファイターの。あ、これでかいわ、これ。でかい。でかい。これちょっと普通、俺らでもでかいかもしれない。あ、これ。めちゃめちゃいい。ゆったり着れる。あ、いい。ゆったり着れます。どうですか。あ、すごくいい。ちょっと、着ない。あ、ぶね。あ、ぶね。ほら。あ、いいね。いい。いい感じ。あ、めっちゃいい。高いが、なんか、ちょうどぐらいだな、サイズ。どうぞ。え、俺ちょうど。なんか、気持ちよく、ちょうどいいサイズじゃん、高い。ぴったしぐらい。高井ぴったしだ。うん。え、みんなでかい。俺は、俺、タロちゃん、まあ、みんなぴったし、ぴったし。下が。シワすごいな。みんなぴったし。シワになっちゃった。え、顔？あ、違う違う違う。最近は、そうだな。顔かい？ありがとうございます。ありがとうございます。ちょ、ちょ、フェニーの。あ、でもそういうことか。そうそう、同じ色のやつ。サイズが違うってだけ。M バージョン、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、これ。なんでカタツムリだったんだろう、なんか意味あるのかな。梅雨だったから。ああ、そういうこと。他にありますか、何か。殻に閉じこもってるから、いや、違うな。殻から飛び出そう。いや、なんかメッセージじゃない、メッセージ性じゃない。はい、はい、ありがとうございます。すいません。あれ、これダブルかい。いや、これ…ああ、すごい。うん、へい。なにこれ、なにこれ。ええ、だけだ、これだけ。これは何。おお、何読め。覚えてるよ、この字ば。覚えてる。フェニさん、高井さん、アメさん、太郎さん、こんにちは。こんにちは。先日の志別ビート祭りの時に道の駅の顔はめパネルで写真を撮ったものです。わかった。たまたま見物町の道の駅でね、男の子でね、男の子トイレ休憩でね、お祭りで写真を撮っていただいた時にお礼を言いそびれてしまったので、差し入れとともにお礼を差し入れ。わぁ、ありがとうございます。来ていただいただけで。いや、もうありがとうございます。結構遠くから来てたもんね。そう、めちゃめちゃ遠くから来てた。めっちゃ遠くから来てた。どこだっけ。え、なん、恵庭とか千歳とかなんかそっちだよね。そうだよね。3、4時間くらいかけてきたんですよ。もうありがたい、ほんとに。ありがとうございます。自分は前からガーリーレコードさんが大好きで、ずっと動画を見続けてきました。特に好きな動画はゲームモノマネの諸葛亮の無双乱舞です。もちろん皆さんの4人の動画も大好きで、最低2回は見てしまいます。さて、差し入れなんですが、はい、何、いいですか。食べ、うわうわ、またやってくれましたね。あら、カイドウ7つ星ギフト、すげえ。なにこれ、3つじゃねえの。7つです。7つは多いよ。倍以上、倍以上です。すごっ。差し入れなんですが、はい、食べ物と交換できるものをお送りします。ギフトってことでよろしいですか。そしたらギフト、皆さんね、仲良く召し上がってください。これからも体に気をつけて芸能活動頑張ってください。はい、ありがとうございます。応援しています。長くなってしまいますので、これで失礼いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これまたいっぱい美味しそうなものが。すごいね。で、その動画内で読んでくださいっていうお手紙も。はい、これありがとうございます。すいません、すいません、後で一人一人に読ませさせていただきます。はい、ありがとうございます。またカスログ来ちゃったね。すごいね。すごいよ、見ていい。いいよ、個人的に。うん、個人的に。後で見たらいい。ちょっと紹介しつつだね。お前もそれ気になる。これめっちゃ切手がすごい。え、いろんな国の、いろんな日本のか。10円とかばっかり。これなんだろうね。すげえ、マネーロンダリングしてるわけじゃないよね。いや、なんか気になるね。各地からどんどん飛ばして飛ばして、足つかないようにしてるのかなと思って。上げてください。上げてみましょうか。パン。お、ん？これがお手紙かしら。はい。で、お、あ、これはすごいぞ、おい。優しい配慮。一回並べてみて。一回並べてください。並べてみようか。これ本当に
ロータリングしてるやつじゃない。ロータリング。その袋の感じが。これもったいそうだろ。足つかないようにしてるじゃんこれ。はい、ガーリーレコードチャンネルの高井さん、フェニックスさん、太郎ちゃん、アメちゃん、はじめまして。お写真住んでいる29歳の男です。あ、そうよ。私も100キロ超えのデブです。あら、そう。あら。どうした、どうした、ため。タメだ、タメ、体重で決まんの。いつも面白い動画をありがとうございます。皆さんを知るきっかけとなったのは、DB 芸人の R 藤本さん、アイデンティティさんと共演した動画を見たことです。はいはいはい、それからなんとなく見続けてお気に入りになりました。一番好きなのは会話の達人で、あまりにも好きになりすぎてしまったので、日常生活で、あることに、木馬、10コンボプラ、など等を口にしてしまいます、うん、皆さんはよく動画でマーベルヒーローのお話をされていますが、はい、どのキャラクターが好きですか。はい、私はウルトロンが好きでフィギュアを買ったんです。ウルトロンね。今回送らせていただいたのは、そんなヒーロー好きな皆さんの、ぜひ日本のヒーローも好きになって楽しんでもらいたいと思い、選んだものです。日本のヒーロー。1から4まで番号を言ってますので、はい、お一人様お一つずつお取りください。え、ああ、そういうことか。そう。ああ、じゃあ、順番のこと違うの。仮面ライダーとか。1から4番まで番号を振ってるから、一人一つ選んで取ってください。何かにお役立てれば嬉しいです。最後に、現在放送中のルーソージャーのケボーンダンスを4人で踊っているところをぜひ YouTube に投稿してみてください。最近なんかエンディングはね、ダンスが注目してもらえるかもしれませんし、何より私自身とても見てみたいです。皆様これからも頑張ってください。私の夢に向かって頑張ります。はい、ありがとうございます。何番だもん、どうしよう、なんだろ、どうすればいいんだろう。俺4番にしようかな。まあ何番でもいいよ。じゃあ俺も4番にするか。どうぞ。まあ分かんないもんね。分かんない、分かんない。どれでもいいよ。じゃあ何でもいい。俺2。じゃあ俺3。じゃあフェニオン、俺1。でかいから。なんでタッチ開けようとしてたやつ。いや違う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 。ああ、雨からの順番だと思ったから。1から、そうそう、順番だと思ったら。順番に開けて。と思ったら、そう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 。って思ったよ。順に開けていくよ。はい。順に開けていきましょう。はい。いくよ。開けるよ。はい、開けていい。いいよ。いくよ。いいよ。いくよ。いいよ。いくよ。早く開けろ。開けた。え、逆。お、え、なにこれ。戦隊だ。逆だ。あ、懐かしい。一個前じゃん。ビクトリーストライカー。ビクトリーストライカー。はい。ビクトリーストライカー。でも、あなたこれ持ってないと。え、これ持ってないとダメなんです。俺、怪盗合体もないとダメ。そうですね。じゃあ怪盗合体も買わなきゃ。そうだよね、これないとダメだ。俺ビクトリールパンカイザーないとダメ。ルパンカイザーないと。何ルパンカイザー。いや、ルパンカイザースプラッシュマジックないと俺使わない。何それ、それ知らんやつなんだけど。ルパンカイザースプラッシュマジック使わないと知らない、それ分かんない。知らない、スプラッシュマジック買わんとな。でも買わないといけないんだ、これ。なんかいや、ビクトルビクトリールパンカイザーにも使えるけど、ルパンカイザースプラッシュマイクじゃない。両方わかるよ。指令が分かるやつ。勉強不足で、すいません、すいません、分からなかった。すいません。これ僕、ドンキで並べてました。あ、そう、おもちゃ担当なんで。なるほどね。はい、ビクトリーストライカー、ルパンレンジャー、バーサスパトレンジャーだ。うん、ルパパトってやつ。ルパパト聞いたことあるぞ。一個前。うん、ルパパトか。パタリロ、パタリロ、パタリロじゃない。はい、さあ、今行きましょうか。じゃあ、高見、それ系ってこと。これもね、俺多分、この中だと俺だと思う。行くよ。うん。プリキュア。おお。この中だと。確かに高いだな。これドンキ。プリキュアアイテムコレクション。プリキュア。これドンキで両方おもちゃコーナーにあるっすよ。ええ。すごいね。入浴剤なんだ。入浴剤。入浴剤で中にこのおもちゃ入ってるっていうね。わ。いいじゃない。いいじゃない。うちバスルームないんだけど。そういえば。そうだ。赤いと雨の家はね、シャワールームしかない。そうだそうだ。シャワールームしかないのに、あの、蛇口あんだよね、ちゃんとなんか。もともとはあったからね。あったからね。あれ、マジ使わないの。使わない。じゃあ、俺、僕がいいですか、すみません。じゃあ、行きましょう。ダン。お、お、ダブル。あ、ダブルじゃない。ライドウォッチ。カブンライダー。ダブルのやつなんだけど、これ、ジオウのベルトにつけるやつ。違うんだ、また。俺、ダブルを見てたからさ。あ、ほんと。須田くんが出てるやつだよ、須田くんが。最年少ライダーね。そうだ。うわ、懐かしい。ダブルの感じはするな。ダブルの感じはするな。すごいアホなコメント。するな。あれじゃあ、これ。はい、4番。これメインの。はい。あ、リアルだ。ジャンビー。あ、でもちゃんとフィギュア来たじゃん。ソフビだ。ソフビ？これ、なんつうの？タイタスだ。ソフビ。ソフビ。これ、ドンキで買ったかな？すごいな。あ、それも？マグネットかな？アクリルマグネット。あ、あれじゃん。息子だ。息子？息子じゃなかったっけ、タイガって。レオと、レオの息子じゃなかった？レオの息子なんだ。へぇ、やった。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、結構重量感あるんだな、意外と。こういうのかっけえ。あ、雨かっこいいじゃん。かっけえ、めっちゃかっこいい。ハメ、それ一つでも遊べんじゃない。いや、これ一つじゃ遊べないの。遊べないの。俺、あのね、どうやら、うん、ルパンカイザースプラッシュマジックだったんですけど、なんでそんな流暢になるんですか。ルパンカイザースプラッシュマジックだったんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ。わー、そう、なんかなる。もちろん、ちょっと後ほどちょっと遊びますか。いや、それあの、カチャンってやるんだ、これ斜めにする。あ、面白そう。よいしょ。ちょっと一回じゃあ、前のやつはね、どかしましょうか。はい、よ、タロちゃんのやつはね、そのあれ、その単体で鳴るタイプはね、結構高かったりする。あ、そうなん、うん、あ、あれだけで遊べるもんね。そう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 。あ、じゃあ、なにこれ、一気に、一気に作るやつ。うわー、やばいな、大量製作キット。わ、これすごいね。前もいただいたけどね、うん、まだやってないから、か一気に、一気に遊べるよ、これ。相当遊べるぞ、相当遊べる。なんでそれ、やばい、またロンダリングしてるやつがいる。ちょっとなんだこれ、やばいやばい、ちょっとやばいの来てる。ラーメンコードチャンネルの皆様へ、はい、高井さん、フェニさん、タロちゃん、アメちゃん、こんにちは。私は絶賛受験勉強中の高校3年男子。男子、男子、おい、頑張れ、頑張れ男子。脳内連れ一緒一緒。私がガーリーレコードチャンネルと出会ったきっかけはツイッターでの高井さんのモノマネ動画です。そこからガーリーレコードチャンネルの存在を知り、今では毎日見ないと気が済まないほどハマってしまっています。受験勉強のやる気が出ない時や疲れてしまっている時はガーリーレコチャンネルを見て笑いと元気をもらっています。はい、入試までの長い道のり、そして受験の天王山である夏休みを乗り越えられるよう頑張ります。頑張って、本当。話は変わるのですが、はい、なぜ今年はイベントが盛りだくさんなのでしょうか。2年生なので毎回毎回そうなって、本当に本当に参っちゃいますよね。合格、やったー。君も合格するんだ。いい、ね、合格したら絶対に参加しますので、どうか来年もたくさんイベントをしてください、はい、もちろんもちろん。今回送らせていただいたものについてですが、皆様用と太郎ちゃん用になっております。高井さん、フェニさん、アメちゃんにもいくつかお一人ずつ送らせていただきますので、うん、喧嘩しないでも。ああ、いい、高校3年生。無理すんなって。高校3年生一番遊びたいだろう。お待ちください。うんこで、俺はうんこでいいです。え、これうんこ入ってるから、はい、うんこ入ってる。それが太郎ちゃんに言ったのかな。あ、開けちゃっていいかい。あ、待って、皆さんもの楽しそうな姿が大好きです。これからも頑張ってください。応援しております。はい、ありがとうございます。 PS、 ガーリーレコードチャンネルを見始めてから7キロ太りました。あー、いいね。俺と一緒だ。いいね。まだまだこっからですよ。こっから行きましたね。さあ、じゃあこれはね、ちょっと太郎ちゃん開けてみよう。あ、いいかい。はい、すごいな、それ。ちょっと爆弾処理じゃないですか。あれ、え、開かね、え、開け方わかる人。バッチン、鍵穴あるよ。鍵穴あるの。鍵穴あるの。え、え、あ、おぉ、ダッセーな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 。あ、アイドルにありますよ、あなたは。え、かっこいい。すごくない？ちょっと待って。何？こんないかつ、え、これ両方いけんのかな？え？開け方が全然これ。あ、こっちか。あ、おお、置いた置いた置いた。よっしゃ。出てくるかな？え？これと？こっちもか？こっちも同じか？ルパンカイザースプラッシュマジック。あ、マジで。ここで複製やっと遊べる。上がってたぞ。スプラッシュマジック。いきますよ。はい。ドン。これが。ドン。ジャン。お、ええー。アイアンスパイダーです。わあ、すげえ。アイアンスパイダー、え、これ誰？送ってきたの？トニースタークじゃない。トニースタークが送ってきた。いや、高校3年生のトニースタークが送ってきたぞ。え、え、トモコ？ディア太郎。あ、パーカーだ。すげえ。ピーターパーカーだから。ああ。違うかな。え、すごい。でも大きい。着れるじゃん、それ。これ着れる着れる。着てみ着てみ。てか、またちょっとさ、あの、あ、ディアタロって書いてある。おお。おんぐちゃんとあのピーター、ピーター次のスタークになってる。そうだね。めっちゃ。あ、これすごい。何これ、特殊な素材。あと。素材がね、ジャージみたいな。そう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 。へえ。お、すげえ。ピチュイーン、チチチチチ。出た。ナノテク。ナノテクだから、ナノテクだ。ヒットすんなよ。あ、ハッピー、何してるの。ブワーッ。スタ
さん死にたくない。あーインフィニティウォーインフィニティウォー、あ消える消える消える。さあペッパー冷静だな冷静だな。ペッパーに聞く聞いたくないよ。うわこれすごい楽しみだな見るの。クイーンズまだ見てない。そういうシーンがあるんだ。ああそうだ。ああちょっと楽しいな。でもなんとなく知ってるんだってエンドゲーム見てる。エンドゲーム見てるから。はいということで。雨って部屋入ってきてさ、次アクアマン見ればいいの？違う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 。DC DC。違う違う違う。違うよ。違うよ。落ちたくない。落ちる。アクアマンいないです。アクアマンじゃないの？はい。違うよ。ああすごい。あ、もうこれ以上ですけどね、もうはい、これで、はい、すごいすごい、ありがとうございました。今回もいっぱいもらってもらえ、めっちゃ楽しい。これだって知るきっかけよな、マジで。こういうのもさ、うん、これだし、めちゃめちゃ興味。これです、スーパーカイザースプラッシュマウンテンみたいな、ディズニーアトラクションみたいになったよ。先ほど発見したんですけど、あ、もうそこが頭になるやつ。ここが頭になるやつなるな。うわほら、合体してかっけえ。雨、それやっぱ一つで遊べんじゃない。いや、これ一つじゃ進めないのよ。え、ごめん、ルパンカイザースプラッシュマジック必要なかった。いや、何言ってもやっぱ聞こえるんだけど覚えらんない全然覚えらんない。言ってるんだけど覚えらんない毎回箱見る。それとさ、シビルジャッジメンターギャラクトン M アクツは、シビルジャッジメント、シビルジャッジメンターギャラクトン M アクツ、ギャラクトン M アクツ、シビルブラクトン、シビルジャッジメンターギャラクトン M アクツは、一応こっちは、俺のやつ？デラックスビクトリーストライカーとデラックスマジックダイタルファイヤーとデラックストリガーマシンスプラッシュとデラックスグッドストライカーが合っているパンカイザースプラッシュマジック。あ、ウルトラマンタイタスはいらないタイタスいらないよ。いらないね。タイタスいらないよ。タイタスいらない。勉強してきます。勉強してきます。ありがとうございます。はい、楽しい差し入れ、ありがとうございます。すごい。はい。すごいな。外した。アイアンスパイダーの色に見せられる。確かにこれ。うん。アイアンスパイダーとそれ一緒に遊べんじゃない。いや、これは遊べない。これアイアンスパイダーと一緒に、ごめんね。これはあの、ビクトリー、もういいや全然やっぱ出てこない。入ってこなかった。スプラッシュが出てこない。ルパンカイザースプラッシュマウンテン。違う、マウンテンじゃない。ルパンスプラッシュカイザーマウンテン、ルパンスプラッシュ、あ、ルパンカイザースプラッシュマジック、スプラッシュマジック、スターティンクルプリクラ、プリクラ、プリキュアをプリクラって言ったら、回っていいのかなこれ。あ、それはダイヤルは回ってる。これ回ってるやつかな。回ってるやつだと。すごっ。これ鍵がかっこいいな。かっこいい。アタッシュケースかっこいい。このアタッシュケースかっこいい。ベイブレード入れようぜ。それ用になっちゃう。カード。カード大量に入れて。カード。買い場だ。買い場のやつ。これと交換してくれ。ブルーアイズ。いや、嫌じゃよって言われるやつ。スゴロクのじいさんに。このじじい価値が分かってやがる。カスみたいなカード。そうそう、カスカード大量に。これすごいな。ライアーゲームとかも作ってる。これで街中歩く太郎ちゃん見たいわ。これで街中歩けるかな。ちょっと歩いてみる。歩けるかな。それとケースがあればね、なんか。これで、うん、ケースも買うか。あ、ケースも。せーな、太郎、何を言ってんの。太郎、せー、もうそろそろ来るって。おっと、ごめん、お待たせ。あっと、危ない。間に合った。うん、この様子が間に合ってないみたい。いいね、いいね、気持ち入ってるね。トモホだ、トモホ。あ、ごめん、ネットはいる。ネット、ネットはいるよ。ネット、ネットはいる、2人いる。あ、ネット2人いる。どっちが本物、どっちが本物ネットだと思う。どっちが本物ネットだと思う。わかんない。僕はネットだ。僕もネットだ。ああ、僕はネットだ。もうわかんない。ちょっと待ってくれ、待ってくれ、待ってくれよ。信じてくれよ。こんな時スタークさんがいれば。それで。パワフロムホーム。見てね。こういうシーンがあるな。こういうシーンないです。